コロナでしたどうもこんにちは、ビクトリアスということで、今回もねダラサバイバーやっていこうかなって思うんですけど、なんかもう2週間以上空いたからさ、動画の撮り方は覚えてないんだけどってことで、僕がねコロナで死んでる間にダラサバイバーがなんかいろいろアップデートされてるということで、なんか今ねイベントがいろいろやってるんすよね。まあバレンタインデー自体終わっちゃったんですけど、バレンタインイベントまだやってて、これ結構お得っすよ。なんかあのクリスマスみたいな感じでこうやってねいろいろビンゴみたいにできるんですけど、これ結構お得っすよ。なんか100回回したらこのね S 級装備が絶対手に入る、宝箱手に入るし、しかもなんかミッションでバラ手に入れたらこんな感じでねあの S 級の装備と交換できるんで、これはねやり得っすよ。まあ、ということで今回はまあタイトルにもあると思うんですけど、なんかこうサバイバーパスみたいなのが新しく追加されてですね、まああの買っちゃったんですけど、あの新サバイバーが新しく追加されてるということで、見てくださいこれ、ボルマーっていうのが追加されましたね。これがですね、目立たない情報や年中マスクをしてボイスチェンジャーをつけている謎に満ちた人物、地球防衛隊のファイルには彼の詳細な情報はなく、さまざまな組織をさまよい情報を売って政治を垂れている、金さえ払えば月面基地の極秘ファイルも取れると噂がある。なんかめちゃくちゃ怪しいキャラクターが追加されてるということで、まあ早速買ってみたんですけど、なんかさキャラクターもさちょっと変わってるんだよね、この星とか。ごめんなんか説明ばっかで、あのなんか星1とか星2とかあるんですけど、なんか今までのスキルとかがこんな感じでなんか能力上げると強くなったりするっぽいんですよね。まあ今回このねボルマを使っていこうかなって思うんですけど、極秘盗聴っていうのが使えますね。まあゲーム内選択のスキルなんですけど、敵の弱点を調べて与えるダメージを増加っていうね、なんか戦闘スキルっていうよりはなんか補助スキルに近いものなんかな、これ。ってことでじゃあ早速ちょっと45島外ビーチ行きましょうか。全然進んでないんだよねメインステージが。行きましょう。極秘盗聴どういう感じなんだろう。とりあえず多分スキル、あ選べるね。一応戦闘スキルだね。盗聴器を持ち歩くことで敵の弱点を察知し、受けるダメージをアップさせることができると。これゲットすると、で、あなんかあれだね、自分の周りにこうやって出てくるね。これ近づけばいいのかな。うわなんか出てきた。これで能力上がってんのかな。なんか今回のスキル地味なんか今までのさ月読みとかと比べるとさちょっとなんか地味じゃない。まあ、とりあえずこれでなるべく近くにいとけばダメージが上がるってことか。これさ、これ近づいてない時ってどれぐらいダメージ食らうんだろう。ちょっと違いがあんま分かんないよねこれ。とりあえず一旦これでこうやってまあ、大体 4K でこれ弱点分かってると多分今 5K とか出てたと思うんだよね。どうなんだろう。 5K 出てるよね。結構でもさ上がってるくない。でこれで上がると盗聴器の範囲を拡大し、超射ちょっとあのコロナのせいで滑舌が悪くなっちゃってるんですよこれ。攻撃力が上がるってことはさ、強力三段みたいなあるじゃん。なんかあの攻撃力をプラス 10% とか上げる補助スキルあるじゃないですか。あれと合わせたらさ最強になるんじゃね、思ったんだけど。思わんみんな。これさボス戦とかでやった方がもしかしたら分かりやすいかもしんない。なんかこれ普通のメインステージクリアした後ちょっとあれやりたいね。あのなんかマッセーアーダ講座みたいな名前が一切分かってないんですけど、あのなんかボス戦だけできるみたいなさイベントやってると思うんですけど、ちょっとあれでさ試してみる。そっちなんかもしかしたら分かりやすいかもしんない。まあ、ということでだいぶねちょっとあの余談になっちゃうんですけど、だいぶ体調良くなったんですけど、最近の医療ってすげえなと思ったのが、なんかさコロナになりましたってさ、あの東京のなんかあのなんか発熱相談センターみたいなあるんですけど、なんかあそこに電話したらさキティスが来てさメディカルドローンで直してくれて、最近のさ病院ってすげえなって思ったのが、もう熱になっちゃったからもう病院行くにも行けないじゃん、なんか移しちゃったらあれだから。でなんか電話したらアプリみたいのを入れて、それでなんていうの、スマホで診察みたいのをやって、でそれであの医者なんか病院の人がわざわざうちまで薬届けてくれるんだよね。すごくない？だからもう病院でいちいち待ち時間みたいなのがないから、あれめっちゃいいね。まあなんかちゃんとこうなんていうの、診察みたいのはしたりするっていうわけではないんですけど、なんか病院の薬の方が絶対効くじゃん、市販の薬とかより。だから薬持ってきてくれんのめっちゃいいなって思いましたねマジで。今わざとらしく咳をしましたけど、あれわざとじゃないで普通に。で一応ボス戦になったけど、これボス戦なんかさあれなんだよね、弱点見つけるとなんか謎のなんかマークみたいに出てるんですけど、この状態の時は多分ダメージが増加するみたいな感じだよね。まあ一応なんか見た感じ大体 10% ぐらい増えてるっぽいやな見た感じで。ちょっと離れるとマーク消えちゃうからダメージ量が分かんない。待って、死ぬ一旦死ぬ。あ、オッケー。これあれだな、破壊の力ともしかしたら相性若干悪い説は
あるな、これ。これ悪い説あるな。あー、死ぬかも。危ない。危ない。OK、いいよ、いいよ、いいよ。弱点ついてこ。OK、弱点ついてこ。え、これサソリの弱点ってどこなんだろうな。なんかの尻尾の先っちょとかをさ、こう引っこ抜い。あー、最悪。最悪マジで。破壊の力発動しちゃった。で、これでまあ、あ、来た。強力銃弾。え、これ攻撃力プラス 10% プラス弱点で 10% ぐらい上がってるからさ、相当上がるぜこれは。え、これさ、どっちもマックスまでいったらさ、倍ぐらいなんじゃないこれ。一個マジで致命的な弱点があって、本当に分かりづらい。これ大丈夫かな俺。なんかブラックホール内いればだいたいなんとかなる説はあるけどさ、これ俺、うん、大丈夫。もうほとんど食らってない。これ食らってないっぽいけど、不安になるんだけど、急にダメージ食らい出したらどうしよう俺。なんなら俺もう見えてないし。あ、来た。あ、マックスまで終わった。え、これ赤まで進化すんのかな。なんか進化素材とか今んところ全然分かってないけど、ワンチャンあれかな、クソデカ化け薬あるかなこれ、進化素材にね。なんかありそうじゃない。あ、まあ、磁石とかそういうのでもありえるかもな。で、あ、来た。来た、揃ったねこれで。え、これで全てのピース揃ったんじゃない。これでさらにでかくもなるし、もう攻撃力も上がるしで無敵。さあ、ということでボス来たね。弱点見つけよう。ちょっと危ないなこいつ、こいつ危ないな。今死ぬよーってことで。あ、そう、俺ね、あのコロナで寝てる間にワンピースをとうとうね、104巻までようやく見たね。まあなんか続き気になりすぎて、こう結構パラパラパラって読んじゃったから細部まで読んだっていう感じじゃないんですけど、まあストーリーとか大体わかるようになったね。ワンピースを今さらなんか単行本全部読んで気づいたんですけど、ワンピースおもろいな。でもさ、104巻まで読んじゃったらさ、なんていうの、最近までの楽しみはこうワンピースをこうずっと読んでなかったから、続きが一生読めるっていう楽しみも生きてきたのに、追いついちゃったからまたしばらくあれなんだよね。続き出るまで待たなくちゃいけないっていう、このもどかしさね。このなんていうの、終わってない漫画ってそういうのあるからちょっと嫌だよね。で、ワンピースを見た結果、最近あの終わった人っていう YouTube チャンネルをよく見てるんですけど、あの終わった人の方のイメージが強すぎて、あの僕今カイドウがもうあれのイメージなんですよね。てことでまあ11分ぐらいまで来たんですけど、え、なんか11分ぐらいでさ、敵も結構強くなってる感もあるけど、普通に余裕ではあるよね今んとこ。え、全然余裕ではあるよ。で、弱点も見つけ出しちゃうと、かかってこいよ。おい、パイレートオブタコ、かかってこい。で、お前も弱点見つけちゃうよ。今死ぬよお前、危ないね。ちょっとオーケーオーケー、レベルも上げつつ弱点も見つけつつ、オーケー、ディフェンサーゲットした。ディフェンサーも来て、これエクリプスノバも来て、これ弱点も見つけて、最強です。まあ、円の下の力持ちみたいな感じだよね。すごい派手さはないけど、実は能力上がってるから超強くなってますよパティンね。で、ちょっと敵の数がやばいけど弱点見つけます。ちょっと待って、まずいなこれは。これはガチめにやばいやつか。やばく、どっちなんだこれ。なんかよくわかんないブラックホールよくわかんないこれ。いや、無敵になるのはいいけどさ、なんかあまり近づかれるとさ、本当は危ないんじゃないかって思っちゃうんだけど、まあ、とりあえず大体なんとかなる。え、てか破壊の力強くね普通に。え、マジで強くない破壊の力。こんな強かったっけ。一応これでクソデカ爆薬マックスとなんか強力銃弾マックスにしたから、攻撃力の上昇具合がすごいんじゃない。もう最初と比べてもっていうけど、最初がよくわかんないから比べようがないんですけど、え、てかなんかさ、え、ダメージ出るときってこんなさ、なんていうの、クリティカル表示みたいに出てたっけ。え、これもしかしてさ、ボルマの能力だってする、それとも俺の気のせいかな。どうしよう、気のせいだったら恥ずかしいんだけど。まあとりあえずさあ、ラスボス来ましたね。こいつぶっ倒したらこのステージはクリアということで、肉も結構あるんでオッケーですよと。あ、待って、え、探索範囲場が広くなってね。もう大体どこ行ってもなんとかなる説ある。これほら、常に弱点探してる状態ではあるよこれ。で、離れて当てて、で、これで OK か。で、ダメージ量は上がってるか上がってないか分かんないけど、まあ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 、基本的になんていうの、破壊の力ってさ、なんか単体の火力みたいなあんまないイメージなんですけど、普通に削り切れてるんで、まあ相当強いんじゃないかな。まあ今何も見えてないので、もう参考にも何もならないと思うんですけど、とりあえずちょっと危ない、こいつやばいやばいやばい、ちょっとやばい、この海賊、そんなやつ海賊、よく見たらワンピースじゃん今の立ち筋。光月おでんの影を見た。多分なんかさ、俺のキャラクターレベルもそんな高くないから、火力自身そんな出てないはずなんだけど、まあこのね、秘密アーダコーダとあの強力アーダコーダでだいぶ強くなってるんで、まあ、ぬるっとクリアできるんじゃ
ないっすかね。これ多分一発で普通にいける気がするわ。序盤のあのよくわかんないミスなければマジでノーミスでノーデスで、あ、いけるわ。これいったな、これは。で、ここまあ踏んできるけど、これで終わりですよと来た。え、待って、強くない？強さが実感できないけど強くない？で、今このキャラクターの差で攻撃力がマジで2000ぐらい違うんですけど、え、2000違う状態でさ、ちょっとこの末世反響、大体なんか1回の戦闘で1500ぐらい食らわせられることができるんですけど、これ極秘統治を持った状態でこれ戦うじゃないですか。え、これでさ、なんか攻撃力2000ぐらい差ある状態でさ、1500とかいったら相当強くないね、思うんだけど。まあ、てっちゅう、まず最初は3セット耐えなんですけど、こいつなんか雑魚的にめっちゃ出してくれるからレベル超上がるんだよね。だからまずは最初スキル揃えるところからやっていきたいわけなんですけど、まあ、そこまでちょっとサクッと、まあ、カットというか早送りでレベル上げちゃおうか。で、まあ幽霊手裏剣とホイッスルショットが揃ったんで、まあ、それなりに火力は出る構成にはなってると思うんで、あとはこっから極秘統長がどれぐらい活躍してるのかっていうのをちょっと試していきたいわけなんですよね。で、極秘統長もこれで、まあ、レベルマックスになったんで、範囲やっぱだいぶ広くなるね、これあるのとないのじゃ。で、一応なんか補助スキルで強力銃弾も手に入ったんで、まあ、ちょっと火力もさらに上げつつ、え、これマジでさ、え、今んとこ割とさ、時間まだ余ってる状態で1100とかまで来てるから、え、これ今までの最高いくかもしんない。え、これ強いかも、え、マジで強いかもしんない。これだって俺1500か1600ぐらいかなが最高だから、すでにもう1600超えそうだから、え、強いわやっぱこれ。え、ボスに対して多分相当強く出れるぞこれ、弱点。え、強くない？やばい、みんな強いわこれ。え、ボス戦をやってみてわかるこのクソ強さ。え、強っ。あ、クソ強いみんなこれ、やば。え、こんな分裂とかあったっけ、初めて見たんだけど分裂。いつも俺分裂まで行かなかったのに、こんな分裂体が出るほどまで俺は行かなかったのに、なんか初めて見たわこれ。いや、これ2000いけるすごい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 、え、すげえ、めっちゃいった。あ、やばいやばい、なんか普通に攻撃力の差めっちゃあるけど、今までで一番ダメージ与えられたかもしんないこれ。え、強っ。え、ボルマ強くない？ほら最高記録2160で、なんか最初3000何ぼだったと思うんですけど、2回やって、3000だったか1500-1600ぐらいで、今回1回で2000だから、え、すごくない？皆さん、ボルマあのクソ強です。え、これボスとかに対してめっちゃ強いわこれ、やばい。あ、で、強化の方法なんですけど、まあ、ちょせっかくだから最後なんか強化方法でもちょっと紹介しようかなって思うんですけど、なんかこれ星アップっていうのがあって、なんかこの今イベントで日替わりイベントに今特別コードっていうのがあるんですけど、なんかこれをやるとこうコインもらえるの、特別コードコインってやつ。だいたい1回で10枚とか20枚ぐらいしかもらえないんだけど、それを300枚で1個交換できるのこれランダムで。あ、ボルマ出た。で、1個手に入ったからこれでいけると思うじゃん、思うじゃん。で、星アップしようとするじゃん、10個必要、バカじゃない。